はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちらポケット Wi-Fi なんですけど、先月からですね、それが大事 Wi-Fi に入りまして、こちらの U3 を使うようになったんですね。だいたい1ヶ月ほど経ったので、1ヶ月どんな感じだったのかっていうのを今回はお話ししたいなと思います。 U3 が届いた日にですね、動画を撮りまして、開封して速度測ってとかやったんですけど、思ったほどの速度が出なかったんですよね。夜の8時ぐらいに撮影したんですけど、下りの速度が10も出てなかったですね。で、あ、こんなもんかって思ったんですけど、時間帯によってはですね、やっぱりどうしても夜だったので使う人が多かったのかなと。この1ヶ月いろんな時間帯で速度を測ったんですけど、下りは20ちょっとはありました。上りもですね、それに近いぐらいの数字は出てたんですけど、ネットサーフィンをするのも YouTube 見たりするのも特に問題はなかったんですけど、オンラインゲームはですね、ちょっと厳しかったですね。そんなにハマってゲームはしないんですけど、一つやってるのがプレステ4のでありまして、ゲーム自体は動くんですけど、いざ集まってやるってなった時にエラーが出ましたっていうのが続いてます。全然できないわけではないんですけど、できない方が多いかな。最初からマッチングできなければですね、もう、ああ、もう、やめよってなるんですけど、中にはですね、始まってからエラーですって言って、途中で終わることもありまして、結構困りました。エルカチャンネル。なんだっけ、ダウンロードとかアップロードじゃなくて、もう一個あるじゃないですか。ピンとかいうなんか、やつが。あると思うんですけど、そっちの数字がですね、思ったほど良くないですね。ピンの数字が30を切るといいらしいんですけど、50とかなんですよ。これにしてからってわけでも実はなくて、4月以降の自粛しましょうってなってからですかね。あれから特に悪くなったような気がします。自粛でみんなが使ったからっていうわけではないと思うんですけど、なんか時期的に速度が極端に遅くなったような気がします。なのでこれで改善できるかなとも思ったんですけど、そうでもないですね。遅い時は本当遅いです。プレステ4のゲームでさえ厳しいのに、スマホのゲームとかでもダウンロードしたりとかの時に、まあ普通にどうですかね、5分ぐらいで済むのが30分以上かかったりとか、さっき言った時間帯のせいかもしれないんですけど、今までに比べたらどんどん悪くなってる気はします。エルカチャンネル。今無制限がないので、こちらも100ギガなんですけど、容量、これを開封してからの1ヶ月間ギリ100ギガいかなかったぐらいですね。今までの無制限の時と変わらないような使い方をしているからっていうのもあるんですけど、これになるまでが100〜130ギガぐらい使ってたので、今月もですね、まだ半月経ってないんですけど、30ギガいったので、まあまだ70ギガあると思えばですね、全然なんですけど、もう30ギガ使ったのかみたいな感じですね。1日3ギガ使ってギリギリじゃないですかね、1ヶ月は。まあ使わない人は使わないって言うのかもしれないんですけど、YouTube ばっかり見てる俺からするとですね、厳しかったりします。エルカチャンネル。まあそれでもですね、いろんなとこに持っていけてネットが使えるので便利はいいですよね。まあ日常的に使うには問題ないので、嫌なら光にすればいいだけかなって思います。まあこの1ヶ月の現状はこんな感じです。エルカチャンネル。まあいいところ悪いところあるよねみたいな、しょうがないですね。とりあえず気に入ってはいるので、解約しようっていう気はないんですけどね。
うまく付き合っていけたらいいなと思います。ということで今回の動画はここまでです。これにかかって来い。